疲れ様です。先週先々週そして今回もちょっとこの修羅場でおろせていただいております大根踊りの藤平と言います。よろしくお願いします。ちょっといきなり私事で申し訳ないんですけども、どうも参加者の方から大根王子というなんか名前を付けられているんですけども、いや私で自分で言うのもなんですけども、かつてこんなにねなんか色気とかかっこよさのない王子がいただろうかっていう自分の疑問であります。かっこいいよ。秘密保護法に反対する若者たちのデモのモットーというのは、ダサくはない、ダサいのは嫌だ、かっこよくやろうっていうのがモットーらしいですが、まさにその正反対を地で行くのがこの安倍晋三おろし大根踊りじゃないかと考えている次第です。なのでちょっとね解散というふうにもう正式に流れたわけですから、もうまさに私たちがもう安倍にノーを突きつける時が来たのです。決してね消費税の是非を問う投票なんかではありません。安倍にノーを突きつける、原発再稼働は許さない、全ての原発を廃炉にする、そして戦争する国づくりも消費税増税も命を切り捨てる社会保障の切り捨ても全てに納期つけつけなければなりません。12月の投票にはぜひその思いを皆さんでぶつけていきましょう。本日はですね、今日の行動のために大学の畑に育てております大根を用意してきました。本物です。さっきもちょっとね、あちらの方で踊ったんですけども、やっぱ重いですね本物は。ぜひちょっとね、後でチャレンジしてみても構いませんけど、どれだけ重いか分かります。それでは早速本日も皆様の、もう準備よろしいでしょうか。そろそろリハーサルなしでもいけますか。動きは大丈夫でしょうか。1、2、3、4 1、2、3、4 1、2、3、4 1、2、3、4。はい、よろしいですね。それでは皆様本日も頑張っていきましょう。いざ歌わんかな踊らんかな狂わんかな国会議事堂前希望の広場名物安倍晋三おろし元気出していくぞ。それ原発推進安倍晋三責任取らずに再稼働、知らなきゃ教えてあげようか、豊かな国土が国のため
うございました。